きチャンネル。ちょ、さあ月曜日装着のお時間ですけども、三崎もう疲れ気味です。昨日55日ぶりに休みでした。2月12日に休んだのを最後に WBC 講義に乗っかって、55連勤で、昨日久しぶりの休みで、千葉テレビのゴルフの番組もあるんで、ゴルフ全くやんないで行くとヘボくなるんで、練習しに行ったら今めっちゃタイヤと疲れてます。疲れてますけどテンション高く行きましょうね。さあということで、開幕だからまあ1週間今日終わりましてね、まあ、結局連敗してるチームも連勝してきて、若干ねまだ苦しいチームはありますけどもね、振り返っていきましょう。はい、ということで、7、8、9、金、土、日ね、3連戦、行われましたけども、チームによっては、土日の2試合だけのチームもあります。さあまずはパ・リーグから、オリックス対日本ハム、7日4対2でオリックス、8日2対6で日本ハム、9日2対7で日本ハムということで、日本ハム2勝1敗で今季初めての勝ち越しっていうね、いうところでやっと打線が目覚めたかっていうね、真ん中で、金曜日ね、4対2でオリックスの勝利っていうところで、オリックスはね、侍ジャパン凱旋登板の宮城、6回93球1安打7三振1四球無失点と、まあ、初回からね結構ストレートでグイグイ押すなっていうね、あの全体的にはね変化球を見せながらまっすぐ、そして最後は変化球っていうところだけども、初回結構まっすぐで攻めるなっていうところでね、まあ、150キロぐらいも出たかな。でそれで、まあ、2打席目以降はね、どんどん変化球にシフトチェンジしながら、まあ、緩急をつけてね、素晴らしいピッチングだったかなと。で、まあ、右左ね、打者関係なく、外すらっていうところが非常にいい形で効きながら、勝負できたんじゃないのかなと。まあ、見事なね、完璧なピッチング。日本ハム先発上原ね、5回77球、7安打2三振、無四球、1デッドボール3失点、まあ、自責2ということでね。まあ、投球自体はね、悪くなかったと思うけども、まあ、守備のミスでね、足引っ張られるっていうところが、まあ、一番きつかったかなと。で、オリックスはね、初回、ワンアウトから、太田がね、レフトオーバーのツーベースを打って、森が、ファーストゴロ、これは進塁打の形になって、4番頓宮がね、ショートゴロ。まあ、結構ね、打球は速かったけども、ショートね、上川畑、グラブ弾くっていうところでね、まあ、記録は内野安打だけども、あれは取ってやらないとちょっとバッテリーかわいそうっていうね、ところで、オリックスがね、先制。で、2回、中川の、先頭中川のね、サードゴロ、野村がね、ファンブルエラーっていうね、バッと。もうそれもね、これはもう確実に取んなきゃいけない。で、その後、胸バンド。で、今度はレフトフライになるけども、野口がね、センター前ヒットと、まあ、コースヒットでね、1安打と、着実にオリックスは日本ハムのミスをついて得点をしていく。逆に日本ハムはミスが得点に直結するっていうね、ところはやっぱりね、この開幕してからきつい流れ。で、5回、オリックスはね、野口がセンターツーベース打って、で、茶野がデッドボール。で、太田がね、バンドするも、ここはね、1号、バンド失敗、バッと。ね。太田は、ミスもあり、バンドも失敗。ね。で、森がレフトフライ。で、これチャンス潰したかと思うと、頓宮がね、ライト前ヒットというところで、ここもね、ハムの内野陣の、シフトがね、逆に、ね、裏を突かれるっていうところで、まあ、セカンドがね、セカンドベース寄りに結構守ってたところ、通常の守備位置だとアウトだったのに、そこを抜かれてライト前ヒットと、ちょっとやることなすことがね、ちょっと恨み出るっていうところでは、ちょっと流れが悪いかなっていうね。で、その中でもね、日本ハムはね、7回表に、ピッチャーね、宮城から阿部に代わって、清宮デッドボール。で、上川でアウトになるけども、谷内がね、センター前ヒット。谷内は本当にね、マリーンズ戦から結構ね、いい流れのヒットが出る。で、ここで代打マルチネスは三振するけども、江越デッドボール。で、ツーアウト満塁からね、万波がレフトでタイムリーヒット。打つんだけども、7回裏ね、ワンアウトから、茶野ライト前ヒット、太田ライト前ヒットで森、センターへのタイムリーツーベースで1点を取って、まあこれで結構ジエンドかなっていうね。で、まあ太田はね、結構2つのエラーね、したけども、まあバッティングではね、チームに貢献したっていうところでは、自分のミスをね、しっかり、バッティングでね、カバーしたっていうところも言えるし、まあこのね、リリーフね、ちょっと阿部が状態悪いかなっていうね、ちょっと再調整になったけども、このね、7回も万波にレフト前タイムリーを打たれた後にね、今川の時2アウト1、3塁でピッチャー比嘉に代わってね、サードゴロ、インコースを通信、グッチ、ナイスリリーフ、ね、素晴らしいピッチング。で、また9回ね、平野を抑えて、これね、プロ野球ニュースでも言ったけども、比嘉平野のね、ベテランコンビが
素晴らしい活躍っていうところはね、あのリリーフ陣さらにね、宇田川ワゲスパックもいるし、ね、厚みを増すんじゃないのかなっていうね。でこの中ではね、江越のセンターへの守備はね、プロ野球ニュースでも褒めだけどね、そういったところのプレーがね、まあ、日本ハムに渡って江越がねアピールしてレギュラーになっていければね、またこれは面白い存在になっていくんじゃないのかなと。で8日2対6でね日本ハムっていうところで、まあ、ここでやっとね日本ハムが打撃がお目覚めっていうね、ところで日本ハムが初回ね矢沢ライトツーベースで松本ね、ファーストゴロ、まあ、ツーストライク後にねしっかり進塁打を打って、で清宮のセカンドゴロ、これはもう内野後ろに下がってたからね1点を先制と。でねオリックス2回裏ねここでね逆転するんだけども、ここでもう追加点取れればね一気に勝ち越したかなっていうところはあるけども、まあ、先頭宗がね内野安打で杉本デッドボールでゴンザレスライト前ヒットでノーアウト満塁から、この若月の時にねあの噂冒頭っちってこれねこれこうあのプロテクターなんか入ってねボールの伏見のキャッチャーので、これがね2020年からルールができたらしくて、そのプロテクターの中とかその審判の、プロテクターの中だったりとか、そこに入った場合はボールデッドになって、進塁が与えられるっていうねところで2020年からできたルールっていうね、あだから俺知らなかったんだと思って、それでねまあ不運だね。だからそのためにはこうピッチリとしたねプロテクターをつけとかなきゃいけないっていうね、若干ねゆるゆるにすると挟まっちゃうよっていうね。で俺はちなみにもう結構俺ぴったり目が好きだったから、ぴったり城島とか細川とかちょっとゆるゆる目が好きだったけど、まあ、ゆるくしてるとボールが入る可能性があるっていうね。でその後にねノーアウト一塁からね、あんであれだ若月がね、勝ち越しの内野安打を打って、でノーアウト一塁から茶野がね送りバントを決めてワンアウト二三塁、ここでね西野が、センターフライ1点取れず、中川フォアボールで森セカンドゴールと。ここでね3点目4点目取れてたらオリックスのね2連勝っていうところはあったけども、まあ、ここをねあのよくピンチを作りながら噂もね踏ん張ったかなっていうね、ところはあります。そして、4回表ね、ワンアウトから日本ハムね清宮フォアボールで野村デッドボールと、でワンアウト1塁から万波がねタイムリーツーベースで、上川畑ね勝ち越しのタイムリーヒットっていうところで、ここでねやっぱこのフォアボールデッドボールでピンチを広げたっていうところがね村西のねちょっと痛かったところかなっていうね、若干ねアンダースロー気味に変更してね、まあ、ここからどうなっていくかっていうところではこのフォアボールデッドボールがねちょっと自分の首絞めちゃったかなっていうね、ところはあります。で日本ハムはね7回にも2アウトからね磯畑、矢沢の連続ヒットで松本のタイムリーヒットで、9回にもフォアボールから清宮三振取るけどもね盗塁をしっかり成功して、石井がタイムリーヒットと、こういったところで足を絡めながら、そして相手のフォアボールをつきながらチャンスで1本出るようになったっていうところがね、しっかり、得点っていうところをね築き上げたかなと。で日本ハム先発噂はね2018年から対オリックス12連勝っていうね、でこの試合も5回92球7安打3三振3四球1デッドボール2失点と、まああのツーシーム、フォーク、カーブ、チェンジアップっていう変化球ね結構多めに使って、まあ、粘り強くピッチングしたなと。若干ね4四球は多かったですけども、まあ、そこしっかり粘れたのがねこの勝ちにつながったかなと。でオリックスはね3回4回7回ここで1本出ずねっていうところで、まあ、ここで1本出てたらっていうね、で3回もね2対11点リードのところでね先頭頓宮が、ツーベースを打って、そこからね、宗が三振、ここ進塁打打ててればっていうね、でその後後続続かずで4回逆転された後に、まあ、茶野そして中川とねヒットを打つけども森がねチャンスで凡退っていうね、で7回、ね、これもラストチャンス、ね、森そして宗のフォアボールで杉本デッドボールでツーアウト満塁チャンス作るけども、ゴンザレスがレフトフライとね、まあ、ここで1本で出ればね逆転の目っていうのもあったかも分かんないけども、まあ、そこはね、日本を投手陣噂鈴木田中正義石川とねしっかり粘りのあるリリーフね投球できたかなと。で、この試合のオリックスの4回ワンアウト1塁でね、セカンドゴロ若干紙、ね、あのジャックルしてセカンドの谷内がねジャックルして、ショートにトスしたけども画面上はセーフだったけどもアウトになって中島監督がね怒ってたこの、ね、リクエスト、この、ね、ルール説明を今からしたいと思います、はい、ということでボールをください。はい、ということでボールグローブあります、ね、あのホースプレーがなぜタイミングはセーフっぽかったのにアウトになったかっていうところをですね、元 NPB の審判だった酒井さんに連絡をしてルールを確認してきました、ね、ということで、ね、このファーストもそうだしセカンドもそうだし、まあ、サードもそうだしホームもそうだし、このホースプレーの時に
このボールが野手のどうなったらどこが基準でアウトとセーフのタイミングが決まるかっていうねところの解説です。はい、さあ入った時かちゃんと掴んだ時かね、こう入った時っていう人もいるし、ちゃんと掴んだ時っていう人もいるわけよね。このアウトとしてのタイミングをどこで測るか、ランナーがベースにタッチした時とどこに行った時が基準なのかっていうと、グラブにボールが当たった時ですが基準です。で、大げさに言うとこれでもこことベースの踏んだタイミングがどっちが早いかです。その代わりこの後取らなきゃダメです。この後落としたらダメです。どっかに当たってキャッチしたらここではないんですよ。ここがこのキャッチしたとこがのタイミングじゃないんですよ。当たったところ、グラブに当たったところがアウトかセーフの一番のタイミングで、もちろん当たってその後キャッチすることが大前提。これ当たってもキャッチできなかったらそれはセーフらしいんだよね、この酒井さんが言うには。じゃあちなみにこの先でも当たったとこですかって聞いたら、先でも当たったとこです、その後キャッチできればっていう。なぜならこういうパターンもあるからですっていう、こういうパターンもあるから、もしくはこういうパターンもあるからですと、もしくはこういうパターンもあるからですと、こうできないけどこういうパターンもあるからですと、先はその時にこういうパターンも、だから掴んだ時じゃないんですと、当たった時がタイミングですと、ここで取る可能性もあるしと。でその後完全捕球した時がここが成立してっていう。だから大げさに言うと、じゃあこのグラブの中の空間の時はどこにも当たってないわけだから、それはまだアウトの基準じゃないんですかって聞いた時に、正確に言えば空間上はまだ捕球のタイミングじゃないですと。空間上はでも当たってるかどうかの判断ができませんと、この空間上は。だから実質上入った時がアウトのタイミングとみなされますと。正確に言えばついてなかったらそれはまだアウトじゃないですと。でもわからないと、ミットの中に入った時に当たってるか当たってないかなんて正直わかんないと。だから入った時がもうアウトになる時間ですと、っていうかそのタイミングですと。だからミットの中にグラブの中に入った時っていう人がいるけど、これはまた一つの違うんですと。正確に言うと当たった時ですと。でも当たったかどうかは分かんないから、実質上ミットの中に入った時のタイミングがアウトのタイミングとしてなると。だから多くの人が間違ってるのはキャッチした時じゃないんですとって考えると、昨日のこのワンアウト一塁のね、このセカンドゴロトスのはキャッチしたとこだと多分セーフス。でも入ったところで言うとアウトス。これです。これが佐々木ルールで聞いてきた、元 NPB 審判員の酒井さんに聞いてきました。だからあれはアウトです。で、あ、ここじゃないんですねとこう言う人いますけど、ここだとほぼセーフですって言ってました。ファーストとかも厳しいのはここだと。だからもう当たった時です。その代わり捕まらなきゃいけないって、当たった時ですって。これがアウトの、皆さんいい勉強になりましたね。ここじゃないんですよ。ここ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 、これね。ここじゃないよ。ここじゃない。ここ、今ね。ここ、ほら。ここがこうあるからね。の当たったとき。当たったときとベースを踏むときがタイミングです。その後、完全捕球は絶対条件。ほら、いい勉強になるでしょ。これが、あのリクエストが、アウトかセーフかの違いです。ちゃんと聞いてきました、元 NPB の審判員の人、ね、ということで皆さんね、いいお勉強になりましたね。
さあ続いて、これは審判のルールの説明じゃないんですよ、総チェックなんですよ。でさあ続いて、9日、2対7で日本ハムということで、日本ハムね、先発 金村6回3分の1、102球、9安打6三振、1四球2失点と、まあ最低でもね、2球でストライクを取れるっていうところと、まあ、制球が安定してたっていうね、ところがやっぱりしっかり試合を組み立てれたからと、今年パ・リーグルーキー、1勝1番乗りっていうところでね、グッピチ、ね、でオリックス先発ニックス2回54球4安打1三振4四球4失点と、まあ、150キロオーバーのストレートの力強さあるけども、ちょっと変化球もコントロールできずね、全体的にはちょっと制球できず、まあ、なかなか厳しかったなっていうところはあるけども、山岡がねその後リリーフで出てくるっていうことを考えれば、山岡がリリーフでね3回から5回3分の2、106球、6安打7三振、3四球、3失点なんだけども、もう最初からニックスは球数制限ありの調整登板だったのかなっていうね、ところが、考えられます。でもまあね、日本ハムはもうね、打線で圧倒というところで、初回ね、矢沢フォアボール、松本ヒットで、清宮がねライトスタンドでスリーランホームランで、野村が2者連続のホームランでしっかり4点取って、でオリックスはね、1回の裏にねワンアウト満塁から、杉本のタイムリーヒットで1点返すんだけども、その後ね中川宗とアウトアウト、ここでねもう1、2点追加点取れればね、状況は分からなかったけども、ね、3回、ね、ピッチャー山子に代わっていきなりね、万波がインコース、難しいところをね、引っ張り込んで、レフトへホームラン。で、その後も連打が続いて、矢沢がね、センター前タイムリーヒットを3点取って、まあ、これでほぼ、ジエンドかなっていうね。で、オリックスは、まあ、11安打も、ね、1回と7回に集中してんだよね。その、初回も、1、2、3、4本ヒットを打って、で、7回も、フォアボール1個と、ヒット4本打って、あ、フォアボール2個か。フォアボール2個とヒット3本、ヒット2本か、ヒット2本とフォアボール2個で1点しか取れなくて、これまあ1回7回に集中してるんだけども、その集中してた時に1点ずつしか取れなかったっていうところが、11安打も放って、まあ、2点しか取れなかったところかなと、まあ、これはね、まあ、日本ハムは試合圧倒したかなと、まあ、結果ね、日本ハムの2勝1敗で勝ち越し、ちょっとね打撃陣が目覚めた日本ハム、今後の戦い注目ですね。はい、続いてソフトバンク対日本ハム、8日3対0で西武、9日、3対1でソフトバンク、1勝1敗の五分という、ね、形になりましたけども、宮崎、鹿児島、ね、南九州シリーズ、今年は熊本じゃなかったので回収してるのかな、球場。8日の試合ね、3対0で西武というところで、西武先発高橋コーナーね、8回118球、3安打11奪三振、2四球無失点と、もう言うことなしと、コントロール切れ力強さ全てグッピッチ抜群でした、ね、でソフトバンク先発大関、8回3分の1、107球、5安打5三振、1四球1失点と、まあ、こちらもね、ほぼ言うことなしと、初回ね、相手に先頭打者ホームランね、レフトへ打たれたのみの1失点というところで、まあ、8回3分の1投げて107球と球数も少ないしね、で、フォアボールなし、デッドボール1個だけっていうね、完璧なピッチング、これはまあ負けてもね、まあ大関にね、まあ、責任はね、なしっていうところかなと、で西武はね、9回表、ね、牧原のね、セカンドゴロ、ファンブルもありね、でスクイズ絡めて、2得点というところでは、このね、9回の2得点はね、非常に大きかったかなと、若干ね、マケラもね、ちょっと前にこぼしてね、アウトを取れなかったっていうところはね、痛かったけども、ワンアウト1、2からね、ペイトンの、ツーベースで1点取って、で次のところでね、見事スクイズっていうところで、キャッチャー、海野がね、ちょっと前出ていったけど、あの中途半端なところでね、ホームを捨てるか、もう自分で取りに行って、ファーストアウトに取るかっていうね、難しい決断だったけども、俺はあそこは出なくて待っといた方が良かったんちゃうかって個人的には思います、ね、でソフトバンクはね8回裏上林のね、ベースに当たってライトでツーベース打って、ここでね甲斐がピッチャーゴロでバンと、高橋コーナーねコーフィーディング、もう投げた瞬間出てきたからね、まあ、あの意欲がね三塁アウトにして、ここが一番のねポイントかなと、あれバントされてたらね、ひょっとしたら同点に追いついてたかも分かんないし、まあ、甲斐としてもねちょっと正面やりすぎたかなっていうね。で西武はね、2回裏キャッチャー柘植がね、フォークボールをパスボールしてるんだけども、でここでね高橋光成1イニング4奪三振っていうね、まあ、これはね1イニング4奪三振っていうのはもうキャッチャーにとって恥ですね。柘植パスボールバッと、はい、でもここはもう本当にね高橋光成の素晴らしいピッチングとね、先頭打者ホームランの相手のホームランが生きたかなっていうね、ところです。で9日3対1でねソフトバンクの勝利っていうところで、ここ初回ね打席に立たないまま山川がね下半身の強い張りで、緊急交代っていうところでね、これはどうなるか心配だね。昨年もね、春肉離れでね怪我して離脱っていうところもあったんで、ちょっと山川の、ね、離脱は西武にとって痛いんでね、これは火曜日からの試合どうなっていくかっていうところはちょっと心配だね。で西武はねエンスね突如コントロール乱し乱調3失点っていうところでね、まあ1回2回、3回とね
まあいい形で抑えてるわけ。まあ3回はね、中村晃、甲斐にね、あのヒットを打たれるもね、シュートをダブルプレー取っていい形で抑えてんのに、4回裏ね、近藤ライト前、柳田センター前で、栗原ねセカンドゴロアウトに取るけども、牧原デッドボール、今宮を犠牲フライ打たれて、中村フォアボール、正木押し出し、甲斐押し出しっていうねところで三振って、いやこれは痛かったね。まあ、ちょっと打たれ出したっていうところでね、際どく投げていかなきゃいけないのかなっていうところが出てね、慎重になりすぎたっていうところもあるかもわかんないけども、このね3失点は痛かった。でソフトバンク先発ね、藤井、5回3分の204球2安打8三振3四球1デッドボール無失点と、まあ、こちらもね若干ねこの制球を乱しながらもしっかりね8奪三振と、ストレートフォークボールっていうところがね非常に良かったし、まあ、ここでね6回ねピンチになって2アウト満塁からね、加山、これね1球で栗山をセカンドゴロしとるんだけども、栗山も多分ねスライダー狙ってたと思うんだよね。狙ってて打ちに行ったら予想以上にいいところに決まって、まあ、それがねあのセカンドゴロになったっていうね、まあ、これはね狙われててもちゃんと投げればアウトになるっていうね、こういう加山のね投球がいい見本だったかなとね。で、西武はね8回表1点取るんだけども、時すでに遅しっていうところと、この1点もね、児玉がノーアウト1塁からねレフト前打つけども、正木がファンブルしてねランナー2、3塁になったことによって佐藤のね犠牲フライで1点取ったんで、まあ冷風で行けたところね、まあこのミスはバッとバツでも、まあね鹿児島のね鴨池球場というところで、まあ普段ね使わないところだからね、そのバウンド感というところのねミスはあったけどもね、わからないところで、まあああいうところは焦らないでね、しっかりまず取りたかったね。で、一番この試合でね素晴らしかったのはね、4回表児玉がね2盗塁んだけども、キャッチャー甲斐ねストレートのワンバンを逆シングルで取って、完璧なスローイングで盗塁を刺すっていう、これはもしねぜひ映像であったら見てください。めちゃくちゃ難しいプレーをあの何のミスもなくあの完璧にコントロールして強い送球をした、甲斐の送球はね非常に素晴らしかったと思います。でもまっすぐのワンバンはダメです藤井さん。はい、ということでね、結果はソフトバンク西武ね、1勝1敗の5分でした。はい、さあ続いて、ロッテ対楽天、8日5対4でロッテ、9日10対1でロッテ、ロッテ3連敗から本拠地に戻って5連勝っていうところでね、ほんと素晴らしいっていうか、もう全員お目覚めっていうねところになりましたけども、8日ね5対4でロッテっていうところで、楽天無駄な失点でミスで得点できず、勝ちかけたが1点差で負けるっていうね、ところで2回表ね、島内フォアボール、矢部フォアボールと、で来るかバント、キャッチャーファールフライで、山崎163ダブルプレーっていうところで、ここでねしっかり点絡めてたらこんな試合展開にはなんなかったと思うんだよね。そういったところではこのねバント失敗は痛いよね。で4回裏ね、こちらロッテの攻撃、岡の打席でねピッチャー滝中ワイルドピッチするんだけど、打者の背中の後ろ投げるってバンって1失点、もったいないよね。まあ、2回ぐらいね岡がホームラン打って、で3回表にね隅谷がホームラン打ち返してね1対1の同点のまま行ってたところ、4回の裏にね山口の勝ち越しのねタイムリーヒットを打って、まあ、2対1になった後にねワンアウト1、3塁から谷中がねバッターの背中の後ろを投げる、どうしたっていうね、でこれでね1失点で、ロッテは4回裏ね友杉のちょっとセンターね宇宙間寄りの打球だったけども、ナイスランでねツーベースにして、で中村がライトフライで、ここでタッチアップでね三塁へ行って、山口がセンター前のタイムリーで行って、でポランコがねここセンター前ヒット打った時に山口がしっかりね三塁へ行って、でワイルドピッチで岡のフォアボールで、阿部ライト前で、田村がねサードフライで、平沢ショートゴロでここ追加で取れなかったんだけどもね、この4回の裏にここね岡のところね先ほど言ったねワイルドピッチがあったっていうところは非常に大きかったですね。でロッテはねこのね5、6、7でね1本取っとけばねもう超楽勝の流れだったけども、5回もね先頭藤原がツーベース打って友杉送りバント決めるけども、中村山口が追加点取れず、で6回もワンアウトからね岡デッドボール、阿部ライト前ヒット、田村アウトになるけども、平沢がフォアボールで2アウト満塁から藤原がね、サードファールフライで1点取れず、で7回もね友杉フォアボールで、中村送りバントを決めて山口ボランコ4番5番がねヒットを打てず1点も取れず、これで非常にね嫌な流れだったところで、8回の表ねピッチャー沢村が出てきて、ね浅村ショートより内野安打で、辰巳アウトになるけども、小深田ライト前ヒットでフランコがレフトスタンドへ逆転のスリーランホームラン、ナイスバッティング、ね、これで4対3になって、いやこれはもう楽天勝ったなと思ったら、8回裏ね楽天は西口ピッチャーマウンドに立ってね、岡がねライト前、安田アウトで、佐藤がね三振倒れるけども、平沢が
ライトスタンドへツーランホームラン。これはもうみんなが嬉しかっただろうね。まあ、これもね、荻野がね、ハムストリングのエンジンマラーで戦列を離脱した中でね、チャンスが回ってきたところしっかり一発回答してね、非常に素晴らしかった。でピッチャーね、先発ロッテ大島また勝てずっていうね、去年もかなり負けがついたけどまた勝てず、ね、で、楽天先発滝中ね、要所でボールが甘いっていうね、で背中を通したワイルドピッチ、これもうまくいったら勝てたのにっていうね試合展開でしたね。で9日10対1でロッテの勝利っていうところで、楽天騎士2回59球7安打3三振3四球6失点と、昔は超ロッテキラー、マリンではね西武の時にノーヒットノーランも達成して超ロッテキラーだったのに、最近ロッテ戦ボコスが打たれるなっていう印象あるけどもね。でロッテ先発種市、こちらトミー・ジョンからの復帰組で6回95球1安打7三振3四球無失点とグッとダッシュピッチ、まあ、真っ直ぐフォークねスライダーっていうところが非常に良くて988日ぶりの白星です。まあ、ここからね、いやこれうまくいったら10勝ねできそうだね。でまあね、ロッテはもう打線爆発っていうところでね、全員もうね復調してお目覚めっていうねところで、もう初回から安田がねタイムリーツーベースで、2回にはね、藤原そして中村翔吾ポランコ安田とねタイムリーのねどんどん連発で続いて、で中押しも6回ね山口が押し出しのフォアボールで、7回には安田のホームランと藤原のホームランっていう、もうこのロッテファンが全員頑張ってほしいと思うドラフト1位、安田、藤原、平沢が2日間で全員ホームランを打ってお目覚め、逆に火曜日からが打ちすぎて怖いっていうね試合の流れ、これが続くのかどうかね。まあでもこれでロッテ5連勝ね。まあ楽天としては4安打、まあね、最後9回代打の倉川がねホームランを打って1点は取るけどもね、ちょっと嫌な流れでね、まあこれはもう完敗っていうところで、楽天としてはねグッドニュースは打ちプラス登板3回37球、無安打4三振無四球無失点グッドナイスピッチ、まっすぐ伸びあるしね、めちゃくちゃ良かったね。あれ誰かキャンプの時からいいとかって言ってたやついたね。あ俺だね、知ってたこの活躍俺は。まあ今ねもうみんなに内くんのことがバレちゃってね、あのすごいいいねみたいな感じになってるけど、俺は知ってたキャンプの時から。裏添えで試合に一人しか投げなかったのにブルペンで見てこれはやばいんちゃうかって、まあもちろんね楽天関係者と楽天ファンの皆さんの方が俺より早かったと思うけど、これはいいんちゃうかって思ったあの裏添えのブルペンのピッチング忘れません。3回ノーヒット、まあ今後どうなるか分かんないけどね、出だしとしてはねプロ初登板うちくんピチ頑張ってね、もうロッテのうちを忘れさせるぐらいうちとして頑張って、はい、交流戦の DeNA 戦うち対外期待します。はい、ということでパ・リーグ終わりです。続いてセ・リーグ、DeNA 対中日、7日雨天中止、8日3対1で DeNA、9日8対0で DeNA、 DeNA の2連勝という形でドラゴンズ打てないっていうね、ところで、8日3対1で DeNA、 DeNA 先発ねガゼルマン6回3分の1 92球5安打3三振3四球1失点と、まあ、フォーシームとツーシームのコンビネーションというところが目立ったかなと。その中で、スライダーチェンジアップで緩急つけて、まあ、ゾーン内でねボールを動かして打ち取っていくっていうところが非常にできたかなと。でその後エスコバー、伊勢、山崎とね完璧なグッドリリーフで、試合をねしっかり締めくくるっていうね。で中日先発は悔い6回84球8安打5三振無四球2失点と、まあ、5回表ねリュークがレフトへね流し打ちの先制ホームランを打つけどもね、涌井も悪くなかったんだけども無四球でね、5回裏まさかの展開、1点取っていい流れで5回裏ね、関根内野安打桑原アウトで伊藤がアウトになってツーアウト三塁でね、ピッチャーガゼルマンがタイムリーツーベース、ガゼルマンここ涌井抑えたかった、この1点大きかったね。で6回裏ねレフトスタンドへ宮崎がねホームランを打って2対1になってね、だから涌井もね非常にね良かったんだよね。6回84球8安の5三振ね2失点っていう中でね粘りの投球したけども援護なしっていうね。で8回裏ね、2対1で勝ってる時に、宮崎ライトへツーベースで牧がセカンドゴロでね、あセカンドフライでワンアウトで楠本ね、センターフライで、ツーアウトになってツーアウト三塁、なんと関根がここでね、セーフティーツーアウトからね、でピッチャー祖父江ね取りに来てタイミング完璧にアウトだったのに右足滑らして、焦って投げて後頭悪送球ちゃんと投げたらアウトだったのにっていうね。でもこの試合的に4打数4安打1打点
グッド、ね、こうセーフティーっていうね、この判断もひょっとしたらね、この下が地面が濡れてるからね、そういったスリッピーなことが起きるかもしれないっていうね、頭の中のね考えがあったかもしれないけどね、非常にナイスアイデアでね、ナイスセーフティー、この1点も非常に大きかったと。まあ、ドラゴンズはね、もう378チャンス作ってるけど1本出ずっていうね、まあ3回もね、岡林フォアボール、大島センター前ヒットでワンアウト一三塁からカリステがねダブルプレー、これ痛かった463、ここで1点取ってればっていうね。で7回、まだ2対1ね、ツーアウト三塁まで行って代打加藤翔平ね、エスコバーのストレートに力負け三振で、8回、ここもねツーアウト一塁からビシエドピッチャーゴロ、外国人レッド説で9日の試合8対0で DeNA 勝利、もう圧勝でございますね。DeNA 初回6得点で勝負あり、ね、中日先発福谷1回38球7安打、三振0フォアボール0、6失点っていうね、もう完璧に打ち込まれるっていうね、ところになりましたけども、まあ、ここでね俺が気になったのは、まあね、どんどん連打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 されていくわけで、4対0になって、2アウト2塁戸柱、ここツーラン打たれるんだけど、いやフォア敬遠でよくないっていう、次ピッチャーの石田なのに、まあその後ピッチャーの石田にもヒット打たれてんだけど、なぜかね、いや敬遠でよくない、そもそもこの戸柱からの2点はいらなかったよ。で勝負しながら、いやフォアボールでもよかったのにっていう人いるけど、いやいやもう敬遠でよくないっていう、そうだ、勝負しに行ったら甘くなる可能性あるじゃんっていう、ここだけが謎だった、本当に見てて。で DeNA はね先発にした、6回105球3安打4三振1四球無失点と、まあ、ストレートをねしっかり両コースに投げれて変化球を低めに使うっていうね、もう基本的なピッチングが基本的にできて、しかも初回の6点がね非常に大きかったかなと。でその中で、DeNA はねウェンデルゲン初登板1回18球2三振でね、これちょっともうリリーフやばくないっていうね、この試合三島がね久しぶりに横浜スタジアムに投げて、1回17球1安打1三振無失点で抑えてるしね。でしかも伊勢、エスコバ、山崎康明とかもいるわけでしょ。いや、やばくないリリーフね。で入江もいるわけでしょ。ちょっとリリーフ陣がこの外国人ね、ウェンデルケンの出現によってめちゃくちゃね安定してきたなっていうね、ところはありますね。で6回裏ね、林の犠牲フライで8回裏ね、佐野のホームランで8対0圧勝でございます。結果2勝、DeNA の勝ち越しです。続いて阪神対ヤクルト、7日1対3でヤクルト、8日1対0で阪神、9日1対1の引き分けっていうところで1勝1敗1分け、ね、これは見応えある素晴らしい3連戦でしたね。で、7日1対3でヤクルトということで、ヤクルト先発岡は6回93球1安打6三振1四球1失点と、まあ、初回ねサンタナが打球雨の影響か見失って、近本がねスリーベースで、中村の犠牲フライ、この1失点のみっていうね、しかもこの1安打のみっていうね、ところで非常に素晴らしかったかなと。でね、左右出し問わずね、インコースのストレートをしっかりコントロールされてね、グッピッチング。でそこからね、まっすぐ、カーブ、フォーク、チェンジアップ、スライダーのコントロールも抜群でね、見事にコンビネーションも含めて素晴らしい投球だったかなと。で阪神先発ね、やはり雨だったら青柳さんね、7回112球4安打5三振2四球1失点とね、こちらオスナのね一発のみっていうね、ところではちょっと狙われたかなっていうね、7回表スライダーねドンピシャだったからね、まあでもこれはね攻めれない。で8回表ね、ピッチャー浜地ワンアウトからね、宮本ストレートのフォアボール、これ痛かったね。でダイソー並木が出てきて山田にね初球スライダーボールで、2球目のねストレート高めに浮いてきたところを真ん中ね、センターへバックスクリーンホームランと、まあ、これね一塁ランナー並木の足も気になるけども、この初球のスライダーボールっていうところがちょっと分かれ道だったかなと。あれストライク取れればまたいろいろねできたところで、まあね浜地のストレートも自信ね持ってるっていう中でね、あの初球のスライダーがボールになった時点で、まあ、これはもう並木の足も気になるしストレート行かざるを得なかったかなっていうところをね、まあ、甘めに入った中をね山田はしっかりねミスショットすることなくツーランホームラン、まあ、これがね勝負点になって3対1で勝つんだけどもね、まあ、これは阪神はね、まあ、3安打っていうところで全体ね、まあ、打つ手なしだったかなというね、まあ、このね、まあ、終盤1対0で勝たなきゃいけないっていう中でね、正直厳しい戦いでしたけども、まあ、最後はねヤクルトの粘り勝ちっていうね。でこちらねサンタナがね雨で落とすっていうところはありましたけども、初回ねノイジーは雨で民主になって取れないのかと思ったら、急
急に見つけてそこからダイビングで取るっていうね、このレフトとライトでこの対照的な1失点とね1点を守るっていうところはありましたけどね、まあ、非常に雨が降ってね見にくかったと思います。で8日1対0で阪神というところで、阪神はね現役ドラフトで入った大竹、6回84球3安打3三振無四球無失点と、まあ、ストレートね、ツーシームストレート系をしっかり使って投げ切ったなっていうところがね非常に大きかったかなっていうところと、そこでねしっかりストライクを投げて、まあ、ボール先行してもねそこから粘り強くフォアボールでね出さず無四球でね踏ん張ったのも大きかったかなと。でね、カーブ、チェンジアップ、スライダー、カットボールっていう変化球を使いながら、まあ、真っ直ぐツーシームをストライクにどんどん投げていってね非常にいい緩急をついたかなと。で阪神はねまだまだ初回ね、ワンアウトから中野センターツーベースでノイジーがね、ヒットで、これがねあのサンタナがスライディングキャッチしてアウトってなったけどもリクエストでねセーフに覆るっていうね、これはもうナイスリクエストね。でその後大山はねセンター行きでフライっていって、まあ、前日はねこの1点を守りきれなかったけども今回はねこの1点を守りきるっていうね、まあ、その中ではね、2回表オスナのねレフトフライをレフトノイジーがジャンピングキャッチでね守備が助けるっていうところもありましたしね、しっかり、ヤクルトを4安打に抑えてね大竹、岩崎、石井、湯浅とね完璧なリリーフで踏ん張ったかなと。で、ね、ヤクルトもねピーターズがコンディション不良でいきなりね先発回避っていう中で小中が先発してね3回52球2安打1三振、フォアボール3つ失点1というね初回の1失点だけでしっかり3回を投げ抜いて、その後ね大西、今野、星、木澤とね無失点で普通にねリリーフもグッピッチング、まあ、これはまあ仕方なかったね。でヤクルトはまあ連打なくね完敗っていうところだけども、本当にね 1,2 戦ともにね、投手陣も踏ん張ってね、守備でもいいプレーがあって非常に見応えあるいい試合だったかなと。で9日はね1対1の引き分けっていうところで、もうねお互い良すぎて言うことなしっていうね、どこを解説するんやっていうね。でまあこれね阪神はね3回裏、近本、中野のね連続ヒットでノーアウト1、3塁でノイジーのね内野ゴロの間に1点取って、まだこの1点でね逃げ切りそうな勢いだったけどもね、7回2アウト1、塁から、代打星に代わってね川端っていうところでインコースのストレートをしっかり、ね、引っ張り込んでタイムリーっていうね、また今年も代打の神様の川端がね怖い存在で、これ1対1の同点になってね、まあ、その後それで終わるんだけども、ヤクルト先発ね吉村5回91球4安打3三振3四球1失点と、まあ、粘りの投球だったけども、また援護点なく勝てずっていうね。でその後星、石山、清水、木澤、田口、小沢、山本、大西とね全投手使ってしっかりね、1点で踏ん張り切るっていうね。で阪神先発佐伯ね7回114球5安打11三振、1四球1デッドボール1失点と、本当にストレートフォークがね非常に良かったなとね。で角度もついてたし、まあこれは川端がねよく打ったっていうところで、まあこれはもう佐伯も攻められない。その後ね岩崎、湯浅、石井、ケラ、カジアっていうところもね阪神もしっかりリリーフが踏ん張ってね、まあ、一番のチャンスだったけどね、このすごいピッチングが9回ね2アウト1、塁からノイジーねショートゴロ、あのインコースの木澤のツーシームやばかったね、まあ、今年もね木澤のリリーフはね非常にあの力のある見応えあるなっていうね戦い見えたけども、ね、本当に阪神対ヤクルト素晴らしい3連戦だったと思います。結果ね1勝1敗1分けでした。はい、続いて広島対巨人、7日4対2で広島、8日6対3で広島、9日4対2で広島、広島の3連勝、ほら来たね。まあ別にも俺はカープファンでもなんでもないけどね、肩入れしてるわけでもないけどね、まあ俺の予想が当たってくれたら嬉しいっていうだけで ね、まあ、その中で7日ね4対2で広島っていうところで、広島先発大瀬良ね6回110球7安打7三振3四球2失点と、まあ球数多くなったけども両コースねしっかり丁寧にストレートカットボールをね、制球力よくしっかり投げ切ったなと。で巨人先発ピーティーね5回101球5安打3三振3四球3失点と、まあ、真っ直ぐツーシームカーブカットボールチェンジアップ安定した投球で負けはしたけども悪くなかったんじゃないのかなとね。で広島ね初回1点を先制っていうねところで、まあ、菊池がね、センター前ヒットで野間がファーストゴールでアウトになるけども秋山フォアボールでマクブルームの時に石川がね2塁に悪送球でそんでワンアウト満塁になって石川のセカンドゴロの間に1点入るんだけどもね、これは吉川が悪いっていうよりもショート中山ねこのダブルプレーを取りに行こうとしすぎて、これはもう無理なタイミングだったからファースト無理だったと思うんだよね。だから取るだけでよかったのに体をね流して取ろうとして逆突かれてね落としたんだけども、あれはちょっと判断ミスだね。もう取るだけでよかったね、ファースト投げてもタイミングがねセーフだっただけにね。でその後ね巨人はね2回表ね
ペイディがレフトへの逆転タイムリーヒットでね、おい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 と、これまだ巨人いっちゃうんじゃないのってこの時点で思ったけども、3回裏に広島がねすぐ点取れたのが大きかったね。で菊池野間がね連続ヒット、秋山三振になるけどもマクブールもフォアボールね。でワンアウト満塁から西川がレフトへタイムリーヒットで、デビッドソンが犠牲フライで逆転っていうね、これすぐ逆転できたのが展開的に大きかった。でその後6回にね、今季初打席の代打堂林がホームラン、ナイスバッティング、これで一気に流れをね掴んで、まあ、巨人はランナー出すもね連打が出ずっていうね、8回以外毎回ランナー出てるからね。初回も2アウト1、3塁からね中田がファーストフライで、3回もね2アウト2、3塁から大城がファーストゴロで、4回はランナー1人出て、まあ、これは得点圏に行けなかったけどね。で5回はワンアウトから岡本ヒット出るけども連打出ず、で6回先頭ね大城、田中のファンブレーラーバーッと田中で、吉川フォアボール、ノーアウト1塁で代打門脇バント成功するけども中山ブリンソン連打です。で7回ワンアウトから岡本中田長野が連続ヒットで、ワンアウト満塁からオコエのショートライナー中田飛び出してダブルプレーバン、あれは飛び出しちゃダメだよ、もう絶対ライナーそんな慌てて変えることないんだからね、絶対戻らなきゃいけない。で9回も2アウトね、ワンアウト1塁チャンス来るけども中田長野がね連続で倒れて、逆転できるっていうね、まあ逆に広島はしっかり粘り切れたから。8日6対3で広島っていう中でね、広島先発床田7回3分の1 95球9安打3三振無四球3失点と、まあ、対角線のねストレートスライダーがね非常にしっかり投げれてね、打ち投げ切れるっていうところも大きかったし、右バッターの外へのねこのツーシームっていうところがしっかりね打ち外の、投げ分けができてね、相手も対応しづらかったんじゃないのかなと。で巨人先発グリフィンね、4回3分の1 75球7安打5三振1四球6失点、まあ、自責で5ね、まあ、ストライク取るのには苦労しないけども緩急がちょっとうまく使い切れなかったかなと。その中で、広島はね、2回デビッドソンがねホームランね、で3回の裏秋山ね内野安打で、マクブルームがライトへのタイムリーツーベースで、西川センター前でデビッドソンね、ショートゴロ坂本ボートバーッとで、坂倉がねのダブルプレーの回に1点取って、まあ、3点ね。で5回の裏にもね秋山がセンターへのタイムリースリーベースで、2点を追加点ね。でこの時点で6対0、まあ結構勝負あったかなと。でね坂本がね、まあ、今季、初ヒットがねホームランっていうね7回に打ったけどもね、で8回に、丸タイムリーツーベースで、中田の時にボートバーッとこれ川野のねワールドピッチなんだけどもね、坂倉ミットだけでいって体でいかなきゃなんであれ後ろにそらすんだよっていうね、まあ、勝ったからいいけどね。でここでね、まあ、トネ現役ドラフトねグッドリリーフでここまで3登板2ホールド無失点、非常に素晴らしい活躍でね、だから現役ドラフトの選手たちが頑張ってるからね、これもまた盛り上がっていくんじゃないの。だから阪神の大竹もそうだしね、巨人のオコエもね非常にいい形でね、このまあ日曜9日の試合ねホームランも打ってるしね、非常にこのね現役ドラフトがねいい形でね、まあ、ロッテもね大下も、まあ、まだデッドボール当たってたけどね、一軍でもいるしね、非常にいい流れになってきてるんじゃないのかなっていうところはあります。まあ、坂本がね打ち出したからね、またこれで巨人はどう変わるかっていうところはあるけども、まあ、終盤ね3得点するけど、まあ、前半戦のね6失点が痛かったなと。で9日4対2でね広島っていうところで、広島はねデビッドソンが高めのストレートをライトへホームランで、田中がね約2年ぶりのホームランっていうところでね、まあ、そういった選手がまた打ち出すとね大きいかなとね。でこの試合ね先発玉村6回3分の2 99球7安打5三振無四球1失点と、初回ねいきなりオコエに先頭打者ホームランは打たれるけども、その後ねしっかりした投球でね、まあ、出花くじかれるけどもピッチング内容はね非常に良かったかなと。で特にスライダーがね良かったかなと、低めにもしっかり決まって、でしかもその中でね右にはね外へのシュートで、左にはインコースストレートもねしっかりねこの使い切り逆対角線っていうところもね、でそれがまたスライダーをね生かしたっていうところもあるからね、非常に素晴らしかったんじゃないのかなと。で巨人先発赤星ね4回64球6安打3三振1四球4失点と、まあ、そんなに悪いようには見えなかったけどね、まあ、ゾーンの中でね動かしながらね内外の投げ分けをしてね打ち取っていくっていうことを考えればね、まあ、そこを広島はね対応してきたっていうところがね、まあ、あるんで、そこはまあちょっとね配球的にどうにかする可能性はねあるけども、投球自体はねそんなに悪く見えなかったね。で3回のね、裏に広島はね1点先制された後にね秋山がライト前ヒットで、マクブルーム犠牲フライでねしっかり逆転して、で4回にねデビッドソン田中の連続ね
坂倉直人を挟んでたけどね、この1イニング2つのホームランでね、4対1勝ち切ると。で9回表にね、中田のホームランを飛び出すけども、まあ、4対2でね、しっかり広島がね逃げ切って3連勝をね、素晴らしいっていうね、ところで、今週の総チェック終わりです。はい、今週はちゃんとルール説明もあったから、あれ皆さん見てくださいで、ね、知らない人も多いと思うので、これ謎が解けたと思います。はい、さあということでね、今週先週のベストナインです。パリーグからピッチャー西武高橋光太ロン毛です。はい、キャッチャーな何がおかしい、ロングやろ、さーっと言い過ぎた、いいですね、いいやろ、ロングやろ、笑っとんだよ。ベストラン発表するだけやろ。キャッチャーオリックス森単発です。ファーストロッテ山口若干も悲観です。セカンドソフトバンク牧原、ね、バンダナ巻いてます。はい、サードソフトバンク栗原単発です。ショート西武小玉、はい、髪型ちょっと分かんないです。文徳高校九州産業大学大阪ガス熊本出身です。レフトオリックス杉本、ラオウはパンチパーマです。はい、センターロッテ藤原、爽やか系です。ライトオリックス茶野、滋賀県出身中京高校名古屋商科大学インディゴソックス、インディゴソックス結構プロ入ってくるからね毎年。 DH 中日万波、キープレイヤーに挙げた選手が打つと喜びます。リリーフロッテ増田、守護神若干信頼が上がりつつあります。はい、セリーグピッチャー DeNA 東、ルーキー以来の2桁勝利、キャッチャー巨人大城、チームは連敗してます。ファースト中日ビシエード、週間3割超えだけどチームは連敗してます。セカンド広島菊池、1番でいい仕事、チームは連勝中です。サード DeNA 宮崎、8安打2ホーマーでチームは連勝中です。ショートヤクルト長岡、もっと頑張れ、ショート選ぶのが一番苦労しました。レフト DeNA 佐野、今年はタイトルダッシュね、今年もですね。はい、センター広島秋山、連勝の立役者です。はい、ライト DeNA 関根、今大ハッスルで活躍中です。はい、リリーフヤクルト田口、2セーブ1ホールド、全て頑張ってます。はい、ということで終わりです。はい、今日は1時間かかりませんでした。それでは今週も皆さん頑張っていきましょう。55連勤終わって1回休みましたけど、また連勤スタートです。それでは